時の大老井伊直弼が暗殺された桜田門外の変から2年、幕府は激動の大海を難破船のようにさまよい続けている。諸外国から受ける開国要請の圧力、態度が逃げ切らない幕府、尊王か攘夷か開国か砂漠か。文久2年になると老中暗殺未遂事件坂下門外の変が起こり、横須賀には公務合体策が出た。これは天皇家の娘和宮を将軍家に嫁入りさせるといういわば政略結婚じゃ。天皇こそが一国の主、その家来に過ぎない将軍家になぜ皇族を嫁がせるのじゃと日本中の勤皇の志士たちの怒りが沸騰した。長州や薩摩では藩内で殺し合いまでが始まったんじゃ。ちょうどその頃、このわし副島忠臣は鍋島の殿の命を受け江戸に留学しとった。だってな、その留学先の江戸でおいはとんだ大失敗をしてしもった。いや、何したかっちゅうとね、乗っ取った馬からおっちゃけてしもて大怪我ましたって。それもあの腕が押しとれたとかそういうこと、もう一時はもう命を危ぶまれるほどの大怪我をしてしまった。だってそがんおいは付きっきりで看病してくれた男がおった。同じ頃佐賀から江戸に渡っておった中野宝蔵という男、もういわばこの宝蔵はわしの命の恩人。しかし忘れません、1月12日、この宝蔵がちょっと湯を浴びてまいりますと出て行ったきり二度と戻ってこんかった。というのも湯屋に待ち伏せした幕府の警察に捕らえられてしまうた。宝蔵が幕府を倒そうとしてるなどなど、あらぬ嫌疑をもう数々かけられて、おいは一刻も早う宝蔵を助けたかったばってん、なんせ大怪我で身動きが取れん状態、どがんすっかどがんすっか、もう気持ちばかり焦る毎日。そうこうしておると今度は佐賀からこのわしに伝令が来た。副島忠臣を急ぎ佐賀に戻れ、長旅になるゆえ腰を使わす。なるほど、中野宝蔵の次はこの副島忠臣が危ないとそう思われた。わしは後ろ髪引かれる思いで江戸を立ち、乗り慣れん腰に揺られ佐賀に着いた頃はもう春も終わり、クスノキの緑が目にまぶしすぎて俺はもう顔を上げることすらできんからな。時は1862年、場所はここ佐賀城下にございます枝吉家のすぐ近くより物語は始まります。幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇もらい風呂、あ、始まり。久しぶりの、みんな元気してるかな、ちょっと待てよ。じゃあ、あげなところに可愛いか、おなごがおるぞ。可愛いか。ああ、なんか中に入ってしまった。あれ、また大蛇に輪っかとん来と、こりゃ一丁驚かしてありましょうかな。こりゃうわ、あ、枝吉先生、枝吉信用先生でありませんか。どうもお久しぶりです。八丁、八丁か、はい、ああ久しぶりじゃな。いつ佐賀に帰ってきたとじゃ。たった今長崎から戻ってきたばかりです。それに早よ、ここ様にその顔を見せてやらんか。あ、そうなんですね。なし、ここのとこでぴょんぴょんぴょんしよっとか。あ、いや、あの、いや、あ、先生、あのですね、長崎ではちょっと流行っとっとですよ、ぴょんぴょんしとか。長崎が面白かどこじゃの。あ、はい。よかよか、水戸じゃな、今年19じゃな。ああ、気立てもよか、おなごぞ、うん、
先生知っとるさんですか。知っとるも何も隣近所じゃろうが、こげな小さな時から。さっき先生お話し、先生の教えば久しぶりにお聞かせいただきとうございます。最近一緒に来んか。お前のその長崎のぴょんぴょんぴょんの話も聞かせてくれ。はよ来んか。あ、はい。もう大丈夫な。ああ心配だすな。これから先はな、歩いていく。あん大層な腰で家前まで行きよったら、もうなんて言われるか。せっかく江戸に渡った時なんもできずに、おまけに大怪我までして佐賀に帰ってきてしまった。それに宝蔵、おいは宝蔵が見殺しにしたも同じたい。このままではもう皆に合わせる顔なか。それにあの怖か兄上になんて言うて申し開きてよかか。どうなんすかな、どうなんすかな。いっそこの場で腹切って、いや挨拶もせんで死ぬことほど身勝手なことはなかな。よし、ないば。あの怖かアニメに裁かれに行くか。生きとらか、生きとらか、もう怖かも。さあさあ、遠慮せんし上がらんか。はい。おーい、よか朝に入ったけ。ジロにこしらえてやろうって思っとったらって、珍しい客に来た。ああちっと砂場抜いとってくれんか。よしよし、ああ頼んだぞ。先生、ジローさん帰ってきたんですか。ああ先日手紙が届いてな。はい。ああいや江戸でな、幕業が治める前に馬からおっちゃげて大きかばして帰ってきた。今頃は、ああ、結構結構、ここでよか、あとは歩いていく。しゅってな。まずは怖か怖か、おいんとこに挨拶に来にゃいかんじゃろ。はい。今頃はいっそここで腹ばあ切って、いやいや、挨拶ばして、怖か兄上に生きとなかとか思い詰めとるかもしらんな。おまけに。次郎が看病してくれよった中野宝蔵が捕らえられた。あの武芸に勧めた宝蔵さんが湯屋でな、丸腰だったんであろう。実はな、はい、宝蔵はもうこの世におらんかもしれん。声の大きか。昨夜江戸から使いが来てな、坊やの拷問が日戸からしか、吉田松陰殿が殺した時と全く同じじゃ。宝蔵さん、あ、次郎さんはこのこと知っとったんですか。知らんじゃん。いや、そういう言うてはなら。いや、待って。いや、あやつはな、あ、自分は攻めや、攻めて攻めて取り返しのつかんことになりかね。わしもな、大きもええと思う。解放運動ばしとる。それに殿もな、殿も陰で動いておってはくださるが、手遅れであろう。そんな八太郎、はい、お主にも宝蔵にもじゃ。わしは理財同盟で集まったものすべてに、天皇を中心とした国づくりこそが筋である。そがん伝えたな。そいはなしでじゃ。百姓も武士も身分に関係なく、人を中心に、人の幸せを中心に添える、そがん国づくりはするためです。そのための天皇こと。さよ、そのことをな、ドーンと腹の底に据えておれば、
あとは各々の考えでどんどんやればよか。諸外国との対応の仕方も人それぞれでよかとじゃ。宝蔵さんはまずは天皇と将軍の立場を入れ替えることで、まずは敵の侵略を防ぐべしと熱く語っておられました。あ、江藤さんは、まあ、たとえ戦になったとしても防衛する力を重く見ています。大きな考えもよかぞ、はい、あやつはな、まずは人々の意識づくり、そう、人づくり、それを先んじて徹底して行おう。そがん考えちゃない。島はあいつは大きとは逆かもしれんな。あやつは自らの志、熱い思い、それこそがこの国の礎ば、そがん言うてな。今も仲間たちと熱く熱く語りようと思う。そうですか。次郎さんは？あやつか。あやつは天皇を中心とした国づくり、そしてその集まった役人たちのその制度を一つ一つしっかり作ること、それこそがこの国が異国から守るための堅牢な国づくりとなる。そがん考えちゃう。八者殿、はい、お主はどうじゃ。ああ、今は長崎がおいの師匠です。うん、それでよか。あ、よかった。お主のその顔、ああ、初めて会った時の幼さではないな。よか顔になった。お主は縁あって長崎に触れた。これからは自分が学ぶべきところ、学ぶべき死を自らが決めていけ。はい、ありがとうございます。お、これは次郎がすぐそばまで帰ってきてることだな。先生、なんでわかるんですか。こん匂いじゃ。匂い、ああ。こん様子じゃと、あやつめ半年は風呂に入っとらんのじゃかな。そう言われればなんとなく次郎さんの匂いがするような。ああ、兄、ただいま戻りました。うん、よくぞ戻った。はい、次郎さん、お帰りなさい。八太郎か。はい、あの八太郎。ああ、ちょっと、ちょっと、まずは風呂でも入らんか。はい。いや、そんな風呂なぞ。それよりもまずは姉上と亡き父上にご挨拶を。小判草かとは、おいの嫁の前に出さぬもんか。まずは風呂じゃ。やぐらしか。いかんのか。八太郎、はい、湯が冷めとるかもしれんけ、見てきてくれ。はい。おい、いかんか。脱がんか。で、どがんやったか。何がでございますか。何、初めての腰の乗り心地じゃ。兄上、気づいてらしたんですか。当たり前じゃ。馬から落ちたお主はなしてまた壊して馬に乗せられるもんか。いや、そのことは自分はてっきり体をいたわってくれているものだとばかり思っておりました。そいが次郎のよかとこじゃ。愛は長生きするぞ。あっしたろ。はい、ぬるかぞ。はい、あっしたろ。あ、はいはい。兄上、自分は言わんでよか。いや、言わんでよか。ワインせいじゃなか。わかるったい。次郎の気持ちは兄弟じゃろが。
せんか。やぐらしだ。それぎ、ゆっくり使ってこい。こうして次郎さんは実家で家に着かり、体もさっぱり、心も回復したんじゃ。おいもこの後風呂に入るとば勧められたばってん、次郎さんの後に入るのはなんじゃね。なんで？次郎さん、宗島忠臣は明治の世が始まるまで今度は江戸に行くことはなかった。明治の世になると参議として江戸に参り、後に兄江田吉信用譲りの人道主義を貫いたマリアルス号事件の裁きなどなど、日本が諸外国から尊敬を受ける礎を築いたんじゃ。おいはな、実は縁があってあん時の娘と夫婦になった。そして翌年冬には赤子を授かったんじゃが、一番喜んで欲しかった人には赤子を見せることができなかった。そう、兄上、江田吉信用はその年の秋突如流行った流行り病で亡くなってしまった。先に感染した姉上を付きっきりで看病しているうち、自らもまたその病に侵され、姉上が息を引き取った2日後、後を追うように行ってしまわれた。わしが江田吉家でもらい苦労した4ヶ月頃、今思えば兄上、江田吉信用の死はわしを、大熊らみんなをより強く、よりたくましくしてくれたように思う。ああ、いやさ、もう兄上の信用先生はもうおいにとってはもう怖か怖かしてやった。もう子供の頃はもう毎日のこと怒られたけんさ、もういつ怒られるかいつ怒られるかっていつもビクビクしてた。まあ、その頃のアニメの顔で思い出す顔したらいつ怒った顔ばっかりで。待ってな、その後の人生で壁にぶち当たった時、へこたれそうになった時、思い出すアニメの顔はそんな怒った顔じゃなかった。わしを実家で家につけてくれ、背中を洗ってくれた、あの湯気の向こうで静かに笑っていた、あの時の笑顔を思い出せた。幕末維新、佐賀の八賢人おもてなし隊による歴史寸劇もらい風呂、本日は最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。ね、こうして次郎が落馬をきっかけに佐賀に帰ってきたこと、大熊らわしの弟子たちがこの日本の明治以降の礎を築いていってくれたことは史実でございます。この史実に基づいた歴史寸劇活動、皆様のおかげで昨年10周年を迎えることができました。誠にありがとうございます。ありがとうございます。